皆さんこんにちは、サックス奏者でありサックス講師でもある私梶田勇です。このコーナーはですね、サックス上達のためのワンポイントアドバイスからちょっとマニアックな企画まで、サックスライフを向上させるための情報発信基地としてお伝えしております。その名も梶田勇のサキソフォンベース。今回はですね、皆さんサックスをやられている方は、永遠の悩みと言っても過言じゃないこれリードですね。リードのお話をさせていただこうかなと思います。ご存知のとおりサックスはこのリードがないと音が出ません。またそのリードの良し悪しによってですね、吹き心地や音というものにすごく影響することが多いので、サックス吹きとしては本当に悩みの種となっています。もちろんサックスはですね、リードをつけて吹く楽器なので、そのリードの選定ということを事前に行っておく必要があるんですが、その今回はリードの選定の仕方のお話ではなくてですね、そのリードの選定をする前の下ごしらえ、そうリードの下ごしらえのお話をしてみたいなと思います。まずはですね、こんな感じにパッケージに入っているものからですね、リードを出していくんですけど、皆様そのままつけて使ったりとかしていませんか？まずはね、吹き比べてその硬さの違いなんとかをね、選別する選定ということをするんですが、その前に実は、そのリードをより効率よく鳴らすためのポイントというのを一つ今日はご紹介しようかなと思います。それはですね、どんなことをするかというと、ポイントはリードの裏面、こっちですね、裏面、ここにちょっとした工夫をしてやることによってすごく、吹き心地が変わってきたりとかっていうことがありますので、それをちょっとご紹介してみたいなと思います。はい、それではですね、まずリードをですね、箱の中から全て出してしまいましょう。ね、メーカーにもいろいろありますけども、私が使っているのがバンドレンという、メーカーのリードなわけですけども、こんな感じのプラスチックのケースにどんどん入っております。ね、これをですね、まずはですね、プラスチックのケースの上に全部こんな感じでね、出してしまおうと思います。ね、この時にできるだけ先端を割ってしまったりしないように、傷つけないように気をつけておいていただきたいかなと思うんですけども、どんどんね、出していく形でいきましょう。さあ、そして先ほどもちょっとご紹介いたしましたこの裏面の加工の仕方なんですけども、実はね、裏を触っていただきますと、大概ツルツルしてるんですけど、ちょっとねザラつきが残ってたり実はするんです。いわゆるバリが残ってるって感じなんですが、リードはですね、マウスピースにできるだけピタッと密着する方が振動効率が良いと言われております。なのでそのザラつきがやっぱり少しでもあると、少しでもこうね、浮いてしまう状態になりますので、非常に、振動が伝わりにくいということもありますので、このバリを取っちゃおうと思います。でどうするかといったら、特別な工具が必要かといったらそういうわけではございません。必要なのは新しいリードと、そうですね、もう使い古したリードで意味です。これはもう先、以前僕は全部吹いてしまった、もう要するにへたり終わったリードでございますけども、そのリードを取ってですね、まず新しいリードをこういう形に平らなところにですね、裏面が上に来るようにしてひっくり返します。そしてこの要するに平らな面ですよね、をですね、この古いリードの角ですね、角を使いまして、角をこう当てるような形で、わかりますかね、ですね、そのまままっすぐシュッ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 という形で削ります。これね、気をつけないと先端をね割ってしまったりとかというので、あくまで一方通行ですね、下から上へという形でいいかなと思うんですけど、削ってあります。そうするとね、少しだけでもね削り粉が出たりとかするんですね。そうするとやっぱりそんだけバリがあったということですね。で 逆向きにしてお尻からも同じシュッ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 、だいたい擦る回数っていうのは同じにしておく方がいいですね。で触ってみると本当にねツルツルになるんですよ。ちょっとねザラザラしてる感じのリードもこうやって1、2、3、4、逆にして1、2、3、4、これだけですごくツルツルになりますね。もう一ついきましょうかね。裏面にしてこの角、使い古したリードの角を使ってシュッ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 とシュッ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 って感じですね。はい、
これを処理をするだけで実は本当にマウスピースに対して密着度がすごく上がるのでですね、やっぱり音の響き本当に変わってきます。で、気をつけないといけない、本当に割ってしまったらダメなので、ゆっくりのスピードで構いませんので削るように、してやったらいいと思います。で、間違ってもこの、唇の当たる面ですね、表の面、こっちは削らないようにしましょう。こちらはねもう本当に大事な部分なんで、ちょっとでもやっぱり削るとすごく影響が出てきてしまいますので、で特別な工具もいりません。もう使い終わったリード、なので新しいリードを1箱買って、リードケースに入れ替えようかなと思った瞬間、そのタイミングで構いませんので、古いリードを使って書きましょう。新しいリードを裏側にしてやってよいしょ、固定してシュッ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 はい、これだけで魔法のようにリードが本当によくなるようになりますので、一度皆様もお試しください。それではまた次回お会いいたしましょう。サックスの梶田勇でした。